偉大な選手たち石川祐希の中学時代、石川祐希は、バレーボール界の新星として中学時代からその才能を発揮していました。彼の通っていた東京都の府中市立府中第三中学校では、身体能力の高さと独特のプレイスタイルで注目を集め始めていました。石川の中学時代は、基礎技術を徹底的に磨いた重要な時期であり、特にサーブとレシーブの確かな技術は、この頃から高い評価を受けていました。石川は中学生ながら、すでに高いジャンプ力とダイナミックなスパイクを武器にしており、全国大会で力強いプレーを披露、試合での冷静な判断力とチームメイトへの献身的なサポートも見逃せません。これらの経験が、彼がその後進学した東亜学園高等学校や、国際舞台で活躍する礎を築いたのです。まだ華々しいプロフェッショナルとしてのキャリアをスタートさせる前の、原石とも言える時期、石川祐希の中学時代は、彼の偉大なキャリアの始まりであり、後に多くの若者が憧れるスター選手へと成長するための貴重な時間でした。